塾をサボって母ちゃんにバレた時の言い訳。いや、母ちゃんのために僕は プレゼントを今日買ってきたかったから塾に行けなかったんだ。これあげる、ネックレス完璧じゃない。僕にしては完璧すぎ、まあ、本当にネックレス買ってたんだったらまあダメだね。ダメなんだ。ダメか。